究極者エビナ FM 放送株式会社は、神奈川県エビナ市の一部地域を放送対象地域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である FM カオンの愛称でコミュニティ放送をしている。2011年開局。神奈川県で13番目に開局した。エビナ市内の有志によって結成されたクラシック音楽グループ。 カオン音楽事務局が中心となり設立された。代表取締役社長の金子淳子他一名が、マスメディア集中排除原則に言う支配関係にある。開局当初の本社、演奏所は、海老名市中央にあったが、2015年に、海老名市国部南一丁目に移転した。送信所は、国部南三丁目にあり、放送局の呼び出し符号は、女子 3BWFM。 呼び出し名称は、エビナ FM、周波数 84.2MHz、空中線電力 15W で送信している。放送区域は、エビナ市、厚木市、綾瀬市、ザマ市及び、高座郡三河町の各一部地域。インターネット配信は、サイモルレイディオと、リソンレイディオによる。聴取エリアは、厚木市、エビナ市及び、綾瀬市、ザマ市、三河町。 伊勢原市の一部と称している。ワイド番組では、曜日別に取り上げる、市長が決まっており、他のコミュニティ局では見られない特色となっている。夢耳心地、大人のラジオをキャッチフレーズとし、クラシック音楽番組、地域の買い物番組を放送し、外来語の使用をできるだけ控えるなど、中高年を対象とした編成をしている。自社制作番組以外では、ミュージックバードを放送しているが、 コミュニティチャンネルではなく、他ジャンルの音楽を放送している。海老名警察署、厚木警察署、ザマ警察署とは、地域安全に関する協定を締結している。1995年、2010年、2011年、2012年、2013年、2015年、2016年、AB コミュニティ放送事業者、平成26年8月1日現在引く、国立国会図書館。 ウェブアーカイビングプロジェクトハット AB 神奈川県、海老名市のコミュニティ放送局に、予備免許国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクト、ハット ABC 会社概要ウェイバックマシン、AB コミュニティ放送局の現状平成23年3月1日、現在引く、国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクト、ハット ABCFM カオン、ウェイバックマシン。ありがとうございます。